木曜新美術館マトグロッソ TV、 私ナビゲーターのアバターヒデです。今回もよろしくお願いします。ジ・アーチトのコーナーです。今回はアニメーション監督石田博康さんです。この石田さんですが、私のやっていたデジタルスタジアムでも非常に人気があった、アニメーション作家なんですよ。その監督手腕はもう折り紙付きなんです。芙美子の告白から、現在に至るまでもう様々な作品を作られています。まずはこちらの映像からご覧ください。今は野球に集中したいんだ。
石田さんの作品いかがだったでしょうか。いずれもですねアニメーションの賞ですね、まあ、デジタルでも賞を取りましたが多数受賞しています。そしてですね、今制作中の日向の青しぐれ、これ本当楽しみですよね。この作品はですねスタジオコロリドというこちらも浸水系のスタジオで制作中なんです。このスタジオではですねベテランアニメーターの中村隆さんと同じ現場で制作をしているということなんですね。まあ、この現場はアニメーションを作る人たちにとってとっても貴重で素晴らしい現場だということなんですよ。まあ、刺激性あったりもうベテランの方々からですね多く学んだり、個人制作が多いアニメーターにとってこれとっても大事な場所だと思います。これからですねこういうアニメーションの世代が育っていくためにも、このような活動私は応援していきたいと思います。それでは今回はこれで